オムリアイスって何が別だったの？あ、ウインナー買うの忘れた、肉なしでもいいかな。それかちっちゃく刻んだもも肉を入れるか。何？ケチャップないじゃん。ああ、何それ？何がじゃないの？卵を一人一個にして。パパが筋トレしょったからそんなゴリで。甘いに来ました。どうしよう。どうする？チャーハンにする？オムライスにする？オムライス作るようがないのか、ケチャップがないから。どうしよう。でもご飯いっぱい炊いちゃったね。すごい音したよ。自分で折れた普通に。ねえマルペ、マルペ。映像には全く残らない。油が嫌だってなると肉絡みも使えねえから、生姜も使った白菜鍋でも作るか。生姜、こんにゃくはあるぞ。どうする？俺はもう白菜でいいかなって思ってるけど、めんどくせえから。いいんじゃない。よし、白菜鍋で切っていい。テレレンテレレンテレテレテテテ、なんてこった、無理やり詰め込んだから丸まってる。こいつ一個ちゃんとこうやってベローンって入れたのに、悲しい。無理やり入れちゃダメだね、やっぱね。うん、4つぐらいが限界だったわ。くそ、うわいかなくて、わいかなくて。ほっとこーら。よいしょ。今回こいつが散々油を出す気がするから、鶏皮油を出す必要ないかもしれない。あれ？これ入れるのに肉も入れるの？え、だってそれ少ないって言ったじゃん、さっきあなた。それで聞いたのよ、私。そう、あの、多いって意味で微妙な量だって言ってたつもりだった。わい、かな、ぴー。わい、かな、ぴー。怖いわ、それさ、上下逆さまじゃね？そう、そっちの切りやすくない？見えないからさ、どの辺が半分なんだろう。どうしても分かってないだろう。感覚がつかみづらい。勘だよ、感想適当でいいんだよ。細けえ答えいいんだよ、細けえ答えいいんだよ。あとはあと6分もかかるの。解凍水につけたら溶けるかな。水に濡らしてからやってない。やってない。水に濡らした方が早いよ。ほんとワイカナッピー、ワイカナッピーって思うんですけど、だからこの細かいところの人は、ちょっと息だけ、はい、はい、息で、あら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 、いいね。うん、この辺からはいいかな。あなたキノコの国の住人じゃないの。あ、鍋にはキノコですよね。で、私はてかもうそれ切ったらもう終わりか。ほぼ切るの。うん。あ、でもネギ切ってる最中に肉切れて、ちょっとここかな。わいかなっぴー、わいかなっぴー。鶏皮いらないよね、もう。カワスナックも食べないよね。うん。ああ、滑ること滑ること。さよなら、カワ。めっちゃいっぱいある。お肉を炒めて、こんにちは。
あ、ミーティア水分多めのがいいな。ええ、え、あれ、ヘリカップで動いたの。ツイユタック肉団子とこんにゃくも入れちゃいました。肉固くなるかもしれないけど、まあその時はその時ってことで。あ、しめじ入れてない。あ、仲間外れが入れてあげて。かわいそうに。というわけで、使ってもにゃ。じゃあ、使わず。でも意外とびっくりするぐらい入れてんだよね、これね。でも前回よりちょい多めね。なぜなら汁がすごく多いから。あとはお酒を入れて、これも大さじ2。うん、うわ。うん、うわ。よし。こんなもんでよっか。あとは、がっつり煮込むだけだ。ネギちゃんたち入れたらこうなっちゃった。よいしょ。あとはじっくりコトコト煮込んだスープ、完成品です。ぐっつらぐっつら。こんないっぱい誰が食べるんだろう。こんな感じです。こんな感じ、こんな感じ。じゃあいただきます。お試し、お試し。あっちちち。うまっ。うまい。うん。グレードアップしたね。うまっ。うまいよか、さらにうまいね。うん。やっぱ生姜ですね、社長。生姜はいいね。生姜は全てをチョイスするね。うん、あ、生姜って煮込むとあれなんだね、本体から辛みほとんど抜けるんだね、うん、本体食べてもなんもねえや、うん、全部汁の方に吸い取られとる。美味しさが最高だなこれ。うん、OK。 気になってたこんにゃくと鶏肉一緒に煮込んだら硬くなるのかどうか。ほんがほほは、はい、ほんがほほはない。柔らかい。鍋やるときは生姜買ってこようか。そうだね。あのリュウジさんのレシピのおかげで生姜の美味しさに気づいたよね。うん、うん、例えば鍋と鶏肉の相性いいんで、豚肉よかやっぱ鶏かな。うん、待って、俺一個もこんにゃく入ってないんだけど、ちょっと取るわ、うん、普通に取るわ。ママが頑張ってねじったこんにゃく。ねじったこんにゃく、 ねじった。うん、柔らかい、全然いいね。うん、いいね。あっさりさっぱり。肉は結構たくさん入ってんのに、生姜が全て消してくれるね。うん、というわけでおかゆでござる。おかゆ、おじや、雑炊、雑炊、雑炊かな。おかゆ薄い、汁が多すぎる俺のやつこれ。うん、そっち味あった。薄味でいい感じで。ほんと味一緒持ってきたんだ。いや、いいや。今やっぱり生姜を入っとるとめちゃ美味しいね。うん、やっぱ時代は生姜ですよ先生。おじやもなんかこの生姜のおかげですげえあっさりする。赤、うん、美味しい。
うん、薄味でほんわり味があるから全然いいね、うん、食べやすい。めちゃめちゃ太りそう。こんな感じでした。あんまり汁のことどうすくなるよ